ジョゼフィリペラ、シルバモレーラは、ポルトガルポルト県、マサレロス出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは GK。SC サルゲーロスの下部組織出身で、1999年に SL、ベンフィカの下部組織へ移籍。当時のユップ・ハイン・ケス監督に見出され、プレシーズンツアーに同行した。2001年にトップチームに昇格し、昇格後しばらくは、 ロベルト・エンケの控えを務めていたが、彼の FC バルセロ内籍後はレギュラーを勝ち取り、代表にも招集されるようになる。しかし2004年に、キムの加入に伴い、控えに再降格。2008-09シーズンは一定の出場機会を得たが、結局ベンフィカを退団するまでレギュラーを勝ち取ることはなかった。2011年7月8日、 プレミアリーグに昇格したばかりのスウォンジーシティ、AFC へ移籍したものの、1ヶ月後の8月10日に、オランダ代表のミシェル・フォルムが加入し、出場機会は限られた。2012年5月17日、双方の合意の下で契約を解除し退団した。2013年1月、キプロスのオモニア・ニコシアへ移籍した。シーズン途中からの加入であったものの、すぐさま定位置を確保した。 2015年8月31日、SC ・オリャネンセに移籍し母国に復帰。翌シーズンより、GD エストリル・プライアと2年契約を交わした。2018年6月25日、CD コバダ・アピエダーで1年契約で移籍した。2019年7月28日、現役引退を発表した。U-17 代表から各年代のポルトガル代表に選ばれた。 2004年の UEFA ユーロ2004のメンバーに選出され、チームは準優勝したが、試合出場はなかった。それから5年後の2009年8月12日に行われたリヒテンシュタインとの親善試合で A 代表デビューを果たし、3から0と完封勝利に貢献した。しかし、エドワルド、ベト、キム、エンリ・ケイラーリオ、ダニエル・フェルナンデス等との争いに敗れ、 代表メンバーからは落選した。ありがとうございます。